JR 札幌駅前で行われたウクライナ侵攻に反対する抗議デモには、ウクライナ人やロシア人などおよそ200人が集まりました。参加者はロシアの侵略を止めようなどと書かれたプラカードを掲げながら、ロシアに対して一刻も早く侵攻をやめるよう訴えました。平和のためにウクライナ人は自分の命があれ、あげるので、まあ、それが無駄にしたくないです。絶対に自分の国を守りたいです。ロシア人としては反対しているということはとても分かってほしいですよ。知ってほしいですよね。戦争以外の方法があることは信じてます。